みなさん、こんにちは。こんにちは。ひばななみです。小次郎講師です。さあ、小次郎講師のマーケット超特急。 本日十二月四日金曜日、うん、もうすぐ午後十二時三十分を回ろうとしております、はい、さあ小次郎講師イギリスでコロナウイルスのワクチンが世界最速承認されるというユースがありましたねなるほど、はい、まあ世界中でねそういう流れがこれから先出てきてそれを交換していくというね相場、えー、になってくるんじゃないかという気がしますねはい、うん、接種するとかなり高確率でコロナウイルスの発症を抑えることができるそうでいや嬉しいですね、はい、もうニュースを見るとねコロナの被害の問題で 本当にね嫌になりますから、そういう明るいニュースが出てくると大変嬉しいですねはい、今まだイギリスだけですので、これが世界中に広がっていくのかどうか、うんうん、コロナに対する考え方や影響もちょっと変わってくるかもしれないですねそうですね、私はもう2021年になるとそういうムードがガラッと変わってくるんじゃないかというね楽しみにしておりますはい、12月に入ってきたということで、はい、早速相場の方がどうなっているのか見ていきましょう、うん、はい、じゃあ早速チャートを出していただきましょうチャートをお願いします はい、えー、いつものように、ねえー、日経225のチャートそしてニューヨークダウのチャート、えー、これがあイギリスの FTSE100 ですかドイツの DAX、えー、日米欧のですね、まあ、中心的な株価指標、ね、これ見ると、まあ、全てがステージ1で安定的に上がっていると、はいえー、11月相場っていうのは本当に大きな上昇だったっていうのが分かりますね。はい、それが12月になって で継続するのかどうかちょっと利益確定が12月ものになって出ておりますね,ですね、えー、ドイツなんかもちょっと売られてきておりますね、はい、年末相場ってことを意識しなきゃいけないね年末相場ってどういうことかっていうとやっぱり年を越すっていうね何かポジションを持ってて年を越すってことはちょっとですね怖いんですよ、はい、年末年始の休みがありますからね、はいはい、でそういった意味で年末になると利益確定しておこうというものが出てくる そういうものに合わせて調整ものが出てくるのかどうかってことがポイントなんですけどね。その見方を皆さんにね今日はお話し,しておきたいと思います、ね。あと12月というとアメリカはクリスマス休暇に入るっていうことも。はい 影響はありますすかもちろんでクリスマス休暇ってね日本では、まあ、クリスマス休暇ってのはほとんどないんですけど、うん、海外ではもうクリスマスとお正月はワンセットでね、えー、まあ市場ではオープンしてるんだけどもういわゆるトレーダーね,、はい、ーねこういった人たちがクリスマス休暇の前にお休みに入ってしまう、ね、こういうことがありますからそうしますと流動性が少なくなりまして流動性が少ないがゆえに動かないってことと。 ちょっと買い物が出たりちょっと売り物が出ると大きく動くというねこういう怖さがありますからそれ気をつけていただく必要がありますね,、はい、ね今ちょっと話をしようと思ったのはね、はい、この短期移動平均線中期移動平均線長期移動平均線ってありますねこの3つでなるのが移動平均線大循環分析ですけどこの中期移動平均線と長期移動平均線の間を帯という言い方をするんですよこの帯ががが右肩上がりで幅を広げてるって状態が 安定的な上昇トレンドを示してとす,するとね日本の株そしてアメリカそしてイギリス、ね、ドイツいずれも右肩上がりで幅が広がっているという状態が続いていきますねこれが相場が変調してくるとどうなるかっていうとこの帯中期と長期の間が横ばいになって細くなっていくって状態になりますこれが横ばいになってきます細くなってきますっていうと簡単に帯を 価格および短期移動平均線が下抜けていくということになるのでそういう動きが出てくるのか出てこないのかということが注意ポイント、ね、そういう動きが出てこなければ私は心配することがない今現在はまだまだ強い相場のうち、ね、こういうことを認識する必要があると思いますよろしいでしょうか、はい、じゃあ他のチャートもね今日はちょっと皆さんに紹介したいチャートがたくさんありますじゃあお見せしましょう、えー、これ日経平均をもう一回出しました、ねはい なぜ日経平均をもう一回出しましたかっていうとちょっとね過去のチャートを見てみたい、はい、過去のチャートいつを見てみたいかっていうと2016年を見てみたい2016年っていったら何があった年でしょうか今パッと思い浮かんだのは日経平均、うん 十一、うん、連投が。あった年<ー>ですか。よく覚えてますね。ええ、四年前ってなのに、何歳ですか。<laughs> ねえ、まだ生まれてないんじゃないの、<laughs> 違うか。<laughs> 生まれてます <laughs> ね、ええー、二千十六年ってのは、何があった年かっていうと。アメリカの大統領選があった年ですね。はい、前回の大統領選、トランプ大統領が大統領になりましたっていうところです。ええー、この二千十六年十一月の七日でしたかね。ええー、アメリカの大統領選がありまして、そこで。 急落急騰というね日本の日経平均は大きな動きをね、えー、しましたその後ねトランプラリーという上げがずっと続きましたこれがその現在の、まあ、バイデンラリーともねもう言われ出してるんですけどね、えー、11月の上昇、えー、こういったものと、まあ、類似してますねとするとこれがどこまで続いたのかってことを見ることは一つの参考になるじゃないですか、はい じゃあこの後どうなってきたか、えー、ここが12月です、ね、11月の7日でそこからぐーっと上がりまして12月入りをしました12月になってもまだね上昇しておりますね、はい、上昇しております今11月の二十何日かになりましたけどここでねちょっとピークを極めて下げ出していきました、はい、一番のピークは21日そうするとやっぱりクリスマス休暇ってものを意識されて<ー>ここら辺から利益確定された ただね再度こう上がってきたんですけど実はね、えー、年を越すところここが年越し年越しでもう一度買われてですねその後こう売られてきたみたいなことがあるんですねでその後はしばらくはねもみ合い相場ですもみ合い相場ね、もみ合い相場があってそして4月から5月にかけて一旦売られましたけど200日移動平均線のところに行って再度 割れていいったという最終的には買われていったんですけどねえ何が言いたいかというとアメリカの大統領選が終わった後のラリーこれは12月の20日ぐらいまで続いてそこから調整が出てきましたとねえ今年同じようになるかどうか分かりませんけどやっぱり年末っていうのは一つ相場の変わり目になるんでそれは一つ注意をしてもらいたいと思います。 あとは私が今注目してるねチャートこれを皆さんにご紹介してそれが株にも影響してきますしね為替の取引をしてる方にも影響しますんでちょっとお話をしていきたいと思います。まずね、えー、一番最初あ アメリカのナスダックおお見せししておきましょう、はい、ナスダックは高値を更新するたびに史上最高値更新ということで、はい、連日、史上最高値を更新していると、ねはい、ニューヨークダウン S&P500 も、ね、上がっておりますけども、はい、ナスダックがまあ一番上げ方が強い、ね、これはもう新興市場の方にまたお金が流れ込んできたということで新興市場に流れ込む大型株に流れ込むこういう動きの中で全体として変われているというのがアメリカの動きだというふうに思いますね。ね 為替、えー、の方でね注目しているものねニュージードルがスルスルと上がってきましたね、はい、ニュージードル今年の5月ぐらいから上がっておったんですけどね、えー、10月の中旬から拍車をかけて上がっておりますこれがこの帯に注目してもらったらね分かりますけど安定上昇しておりますねことしは5ドルってのがね1年を通して割とね、えー、買われてた銘柄だったんですけど今はニュージードルが人気になってる、はい、これニュージードル・米ドルの冷やしチャートです じゃあ次に私が注目しているものはユーロ米ドル。はい、ユーロがするすると上がってきました。ユーロが上がってきているということは米ドルが売られてるってことですね。はい。今米ドルと。 ちょっと円も売られ出しましまた、ね、やはり米ドルとか円とかいうのは有事で買われてるね通貨ですからちょっとコロナのワクチンだとかそういうものが開発されてるとか世の中が平和な方向に動き出すと売られやすいってことがあるんですけどその反動としてユーロがするすると買われてきたこういう動きがあるってことは頭に置いておく必要がありますね。はい、で毎回見せているんんじゃななかと思うチャートなんですけども 人民元ね米ドル人民元右肩下がりというのは人民元が買われている米ドルが売られてる今年の6月からの動きがずっと続いておりますこれはすごい動きですね半年になりますねこれはもうありとあらゆるものに影響を与えてきますから 中国の株自体は顕著な上げはしておらないんですけどね人民元が高くなってるってことは外人投資家にとっては中国の株ってのはどん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 上がってるってことと全く同じ状態なんですねそういったことも含めて人民元の上昇こういったものには、ね、これから先も注目していく必要があります、はい、今度はコモティの話をしますけども、はい 原油がするすると上がり出しました、ねえー、原油長く揉み合い状態が続いておりましたけど、はい、そこから原油が上がり出したってことはやっぱり世の中の景気がちょっとね良、えー、くなってるんじゃないかなっていうことを、えー、象徴するものですまた直近の陽線もいい感じの位置にありますよね今、はい、日実はまた上がってるというね、はい、こういうことがありますそしてね、えー、銅銅がずっと上がってるってね、はい これも長いですね。4月ぐらいから上がっているものがう、ね、もう上げが止まらない形でどんどん上がってる、はいる銅は世界の景気を、ね、象徴している特に中国の景気を象徴している、ねえー、商品と言われますけどそれがここへ来てまた拍車をかけて上がっている、えー、こういう、ね、顕著な動きがある時にはやっぱり注目していかなきゃいけないですね。はい、でこの銅の動きに合わせて実はプラチナも上がってきました。はい プラチナが11月の中旬からスルスルと上がっておりますねで、これをね、ちょっと線を引いてみますと、はい、このね、今年のね、はいえー、頭につけた高値、はい、それを超えてきて年初来の高値更新なんですね で8月にもその、ね、高値を一旦挑戦したんですけど、はい、その高値にちょっと及ばずに売られてくるということがありましたついにこの高値を大きな要請で超えてきたということでプラチナも買われてきてた、ね、金が一時期売られておりましたけど、はいね、金も今若干変わるでてますよねこういったようなコモリティの動き為替の動きそういったものを見ていただくと年末相場今どんな形になっているのかってことが、ね、よくわかると思います。じゃあ チャートに関しては以上です、えー、年末相場ってのは一つのね節目になるところです、ねはいえー、調整が出てくる可能性がありますそれは主にクリスマス前後 ここらら辺かがが出てくる可能性があります、ね、今現在は安定的に上昇しているトレンド、ね、注目は帯中期移動平均線と長期移動平均線の間です、ね、これが右肩上がりで幅を広げていればその銘柄は安心してください、ね、それが変化する時にはチャートに必ず印が出てきます、ね、その印は帯が横ばい状態になる細くなるそうすると価格及び短期移動平均線が帯を下抜けてきます そこらら辺から流れが変化してくる。その流れの変化がどうやって起こってくるかってことを意識しながらそこまではしっかりとポジションを持ち続けるこれが大事だと思います。 以上ですありがとうございますよく小次郎講師が、はい、世界は連動しているということを教えてくださっていますがうす、ねうん、こうやって株、為替、はい、コモディティいろんなチャートを見ると、はい、まさに今連動性が高まっているんだなっていうことがかります、ね、そういう世界の経済状態がチャートだともあっという間に見えるでしょ、はい、ファンダメンタルズでこれだけのことをやろうと思ったら膨大な時間が必要ですけど、はい、チャートだともういくつかのチャートを見たらそれで世界が今どうなってるか簡単に分かりますよね、はい、え、世界、そしてね、株、為替、コモディティ ありとあらゆるものを見ながらね、えー、今現在のお金の流れこれをしっかりと把握していきましょうありがとうございますクリスマス休暇そして年末年始に向けてどうなっていくのか、うん、しっかり見ていきたいと思います、はい、それではまた次回お会いいたしましょうありがとうございましたありがとうございました